空が多いのはちょっともったいないな。少し曇ってるくらいの方がちょうどいいよな。真っ白な病室の窓の向こうではそろそろ桜も咲くんだろうけどな。満たされていたいっていつも思うけれど、満たされていないからこその願う力。腹が減ってる時の食欲みたいなもの、あなたはどうか大事にしてね。失うことに慣れたりしなかった。最後まで僕は悲しい人間でした。だけどそれと引き換えに僕は願うのです。生きて生きて生きていたよ。僕が死んだら流れ出すエンドロール、僕が主演の青春群像。お世話になった人たちの名前がずらっと並べば、何時間かかるかわからないや。そんなこと考えるとちょっと笑えてくるような。だからエンディングテーマはこんなもんだろう。頃飼ってたペットが死んだ時、あまりの悲しさに出会わなきゃよかったと思った。手にする喜びと失う悲しみ、天秤にかけるのは馬鹿げたことです。偉そうなことを言ったりしてごめんな。本当に僕が言いたいことはつまり、僕の中で生きている僕が愛した者たちみたいに、あなたの中で生きていたいよ。僕が死んだら流れ出すエンドロール、人はそれぞれ日常に戻る。だからエンディングテーマはこんなもんだろう。失い続けることで何かに必死になれる力が宿るのなら、満たされていないってのは幸せなのかな。だとしたら今の僕はきっと幸せなんだな。はきっと脇役だろうな。少し寂しいけれどきっとそれでいいんだ。あなたが幸せだった証拠だから。僕が死んだら流れ出すエンドロール、あと18小節のエンディングテーマ、言葉を言いたいんだけど、そんなこと
と」「今までありがとう」